はい、どうもこんばんは、する気でございます。ということで今日こちらですよ、ただいま9月13日金曜日20時56分27秒28秒でございます。これだよ、 iPhone の予約開始でございます。ということで、現在待機中でございます。さあ、私今までですね、ここにある iPhone6S Plus をまだ使ってた、まあ、もちろんね、これより前のものをまだまだ使ってらっしゃる方もいるけれども、こいつももう電池がちょっとあれなのと、ちょっと画面が割れてるのとか、まあ、いろいろありの、まあ、YouTube でね、まあいろいろ撮るのにやっぱ iPhone で撮ることもあるわけですよ。となるとちょっとそろそろいいの言っとかないといけないんじゃないっていうところで iPhone 11来ましたね。これいきますよ。さあ、私が買うのはですね、iPhone 11です。プロじゃない、プロ3眼いるかなっていうのがあって、まあ超広角は11でも使えるからもうそれでいいんじゃないかと思いまして、画面の差ぐらいなんじゃないかなと思うんだよね。私は iPhone 11にしました。で、まあ容量はやっぱりねいるから、最高のやつだね、最高のやつで。 iPhone 11は色がね、今回こうかなりファンシーな感じの色が揃ってるから、紫、これ結構前からね紫好きなんですよ。でここ最近はちょっと赤に行ってたんですけど、まあ、プロダクトレッドはね今までもあったし、結構かなりすごい赤だから、ちょっとね今回はパープルでいきたいと思います。といったところで58分30秒、あと1分半、まあ、今回ね多分ねスッと行くような気はするけれども、それでもドキドキするよね。今回の発表的に、まあ、買う人もいるんだけど、11行くなら11 Pro 行くんじゃないかなっていう気はしてるんですよ。買う人、言うてる間に59分15秒、あと45秒、さあどこから入ったらいいのかなこれ。ここにねオンライン予約受付っていうのがあって、 10S Max とかここにバーが入ってるから多分これ大丈夫だと思うんだよ。で、これ今開いてるのはyodobashi.com でございます。で、さらにもう一画面、置いてありまして、アップルの画面開いております。まあ基本的にヨドバシで買おうかなとは思うんだけど、どうしてもヨドバシで行けなかった場合に速攻でアップルに行こうという感じでございます。さあ10秒前、9、8、7、ちょっとこの辺から更新しとこうか。まだだね。2、1、ドン。来た、au ソフトバンク、ちょっと待って、こっからだと、SIM フリーは買えないの？あ、買えないのね。アップル行きましょう。なんだ、SIM フリーダメなの？なんだよ。ちょっと待って、困った。やばいぞ、こっち何も登録しないぞ。やばい、どっから行くの？行かないよ、これ。どっから行くの ?iPhone。ちょ、戻ろう。iPhone11。この画面だよね。価格を見る。あ、まもなくです。まだ。ちょっと待って、こっちマジ無理なの。でも、一応、SIM 的には au 系だったら大丈夫なはずではあるから、au でもいいような気もするんだけど、ダメかな?オンライン予約。あ、やっぱり選べなきゃダメ?あ、そういうことね。ダメなんだね。じゃあ、Apple。Apple、間もなくです。ダメだ。なんだ?おい。ちょっと待ってくれ。勘弁してくれ。そうか、SIM フリーは、アップルストアでないと買えないのか。なんか聞いたことがある気はするけど、ちょっと待って、行かないよ。最後の仕上げをすればアップルストアの準備は完了です。お会いできるのを楽しみにしています。はい、こっちは準備できてんだよ。ちょっと待って、ヨドバシマジ無理なの。無理だよね。何回見るんだっけ。 au でもナンバーポータビリティだと、そうだから新規契約だからダメだよね。ヨドバシやめよう。はい、ちょっと待って、勘弁して。本当に?もう一回新しいんですよ、これ。アップル、iPhone、アップル、iPhone、アップル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 
収録まもなくです、はい。嘘だろ嘘だろ軽く入ってきた。アップルのアイコン入れる価格見るまもなくです嘘これみんないけてんじゃないの、いけてる人いいんじゃないの、アップルのこの辺ポチったらいけんじゃないの。ただいま21時3分、おかしいよ、ちょっと待って来ないんだけど、まもなくです、来ないよ、他のところ来てるけど来ないよ。これはどうしたらいいの。あ、来た違うね、ちょっと待ってくれよ、4分長いって。 iPhone11 Pro プロは、お、いけんじゃん。え、こっからいける。ちょっと待って、まず11か、11って価格を見る。違う、あ、来た、下取りなす iPhone をお持ちですか。はい、6S プラス、容量は128でしょ、状態は、タッチスクリーン配慮が損傷していない、いえ電源が入るボタン機能しますよ、最近ガラスが砕けて大きなひび割れしてる。これで、パープル。下取りを使用すると実質98,000円。OK。アップルケアは、ナイス。大丈夫です。バッグを確認する。ケースを後で確認します。11256パープル、98,000円。サイクル、OK です。20日にお届け。OK。ああ、受け取りか。ちょっと待って、20日?ちょっとだけ見して。大丈夫。今回大丈夫。20日取りに行けないぞ、これ。じゃあ、送って。OK。注文手付け。あ、これやべえ。これ何も入れてないから、入れないといけないんじゃないの?お届け予定日9月20日 OK、11256パープル OK、 リサイクル OK、 はい、よしご予約が完了しました。OK ですね、ちょっと注文番号とかの注文あれだけど、お届け予定日9月20日リサイクルにご協力いただきありがとうございました。どういたしまして、下取りに出すデバイス iPhone 6S プラスですね、できました。現在21時10分ということで10分かかっちゃったね、毎回ちょっとね、ここではね、いろいろあるわけなんですけども、私の尊敬する瀬戸康史さんもね、いつもこういうの言ってましたけど、私も初挑戦でございました。いやあ、よかった。楽しい、ね、非常に楽しい。まあ多分ね、余裕なんだと思う。でもだいぶ余裕なんだろうね。予定日9月20日。まああくまで予定なんで、ちょっとわかんない。私9月20日、届く予定でございます。ということで、iPhone 11 Purple 256GB 購入いたしました。また届いたら、レビューの方を作りたいと思います。それでは皆さん、じゃあの。